エアがおすすめ。こんにちは、ヨウトです。今日は新型 M1 MacBook Air を学生目線でレビューしていきます。専門的な知識や数値とかじゃなくて、僕がね実際に使ってみた感想を中心にお伝えします。結論から言うと、この MacBook Air、 初めてパソコンを買う学生にとてもおすすめできる理想的な一台になっているかなと思います。この動画を最後まで見ると、価格、デザイン、性能、この3つの観点から MacBook Air がおすすめである7つの理由がわかります。ということで最後までご覧ください。どうぞ。まず価格について、一つ目は買いやすい価格であるということです。普通の Apple Store だと、ベースモデルの一番安い MacBook Air が税込みで115,280円します。しかし Apple の学生向けの学割をね適用したストアで購入すると、税別で9万円台、税込みでも103,180円で購入することができます。 Apple のパソコンだと15万20万とね、かなり高いイメージがあると思うんですが、今回この MacBook Air は初めてパソコンを買う人に買いやすい10万円台付近でね購入することができるので、とてもおすすめだなと思いました。学割ストアのリンクについては概要欄に貼ってあるので、ぜひそこからチェックしてみてください。続いてデザインについて、2つ目の理由としては、カラーバリエーションが豊富であるということです。 MacBook Air は MacBook シリーズで唯一3色のカラーバリエーションから選べます。まず1つ目がこのシルバーです。一番ザ・アップルって感じでシンプルで、僕が気に入っているモデルです。次にスペースグレー、一番スタイリッシュでかっこいいイメージで、本当になんかねできる人っていう感じがするのでおすすめです。最後はゴールド、少しピンクっぽくてパソコン感というかガジェット感がないのがおすすめで、周りでも結構女性の方が使ってるイメージがあります。3色という限られた色ですが、高級感があるゴールドからスタイリッシュなスペースグレーまで、いろんな選択肢があるので、ぜひとも自分の好きな色を検討してみてください。 iPhone とか、ね、iPad 持ってる方はそちらと合わせて買うのもおすすめです。続いて3つ目の理由は、軽くて薄いということです。 MacBook Air はもうここにあるんですけども、めちゃくちゃ軽いんですよね。本当に片手でもこうやって持てるくらい軽いですし、なんかあまり重いっていう感じがねありません。本当に MacBook Air はコンパクトで持ち運びやすいパソコンだなと思います。なのでカフェに行ったりとか、学校の図書館で作業したりとかね、いろんなシーンがあると思うんですけども、そういう時に気軽に持ち出せる一台として、この軽さっていうのは重要だなと思いました。そして薄さについてです。一番ね薄い部分ではかなり薄くなっていて、このスタイリッシュなデザインがね際立っていますし、本当に持ってみてもね、やっぱりこの薄さからくるなんか軽いイメージっていうのをね感じるので、この MacBook Air はね薄くて軽いパソコンとしてもいいのではないかなと思いました。4つ目は A4 と同じくらいのサイズ感であるということです。試しにここに A4 のね紙を1枚用意してみました。そしてここに MacBook Air があります。これをねこうやって重ねてみましょう。そうするとですね、もうほとんどこう同じサイズ感であることがわかるんじゃないでしょうか。はい、ということでね、家に A4 の紙ある人は見てほしいんですけども、 MacBook Air だいたいこんなサイズです。ということはですね、教科書とかノートとかよりも、ちょっと一回りでっかい可能性があるんですけども、リュックとかね、ほとんどの Mac では入るかなと思いますし、何よりですね、カフェとか図書館で使うときに、これ以上ね大きいサイズだとこの席が狭いので邪魔になってしまうんですよね。なので、いろんな場所でこうモバイル PC として使うっていう用途でも、かなりこの13インチは、ちっちゃすぎずでもね大きくて邪魔にならないね、ちょうどいいサイズだなと使っていて感じます。次に性能について見ていきます。5つ目におすすめできる理由は、画面がとても綺麗ということです。 Mac だけじゃなくて iPhone や iPad にも、全般ね Apple 製品言えることなんですが、画面がとても綺麗です。画面がね綺麗なメリットっていうのが、やっぱり長時間こうパソコン使ったりすると、目がねどんどん疲れてくるんですけども、長時間こう見ていても不快感がないなっていうのが気に入っているポイントです。またレポートなどの文字を長時間書いてる時も、フォントが綺麗にね表示されるので、ストレスなく書けるなという印象があります。やっぱり学生生活の中でもちろんレポートとかのね勉強も大事なんですけども、コンテンツとかね好きな趣味を楽しむための、MacBook としてもとても重要で、 YouTube や Netflix でも近年高画質な動画でね、コンテンツを楽しめるようになりました。そういう動画を楽しむっていう面においても、このね MacBook Air のディスプレイっていうのはとても綺麗でおすすめできます。6つ目はバッテリー持ちについてです。以前 M1 の MacBook Air と MacBook Pro とか、インテルの MacBook Air と M1 の MacBook Air でバッテリー持ちの比較をね、検証した動画っていうのを出したんですけども、 M1 の電池持ちはとても良くなっていて、実に1日ね本当に作業を軽くするくらいだったら充電器持たずして、使い切ることができるなってくらい電池持ちが良くなっています。
今はオンライン授業でこの USB の充電器をつなげたまんま使うことも多いんですけども、 MacBook を持って学校に行けるようになったら、僕の場合多分1日バッテリーをつながなくても使えるかなというイメージが湧いてきました。そして最後7つ目の理由としては、M1 チップの性能が素晴らしいということです。この M1 チップね、ちょくちょく僕 M1M1 って言ってたんですけども、お笑いのコンテストとかそういう感じではなくてですね、これ M1 チップっていう Mac 専用の Apple が開発した、まあ、パソコンの脳みそみたいなものになっています。これがですね、この2020年モデルから初めて Mac に搭載されていて、iPhone や iPad でね使われていた技術が、Mac にも入ってきたんですけども、これがですね、省電力ながらもかなりねパフォーマンスを、いいパフォーマンス出してくれて、さらに発熱もないということで、本当に今の MacBook シリーズを、この性能、そしてね、このスペックにした、もう立役者というか、もうゲームチェンジャーみたいな存在がこの M1 チップになっています。M1 チップの凄さを語ろうと思えばいくらでも語れてしまうので、今日皆さんにね1個だけ最後覚えていってほしいことがあります。 M1 チップを搭載した MacBook Air も MacBook Pro も基本的に性能は今同じで、 M1 チップを搭載した MacBook Air のさっき言った10万円くらいのね一番ベースのモデルを買えば、オフィス、ズームとか、ちょっと動画編集したいとか、写真を編集したいとか、そういうような用途ではほとんどの場合、もう 99%、98% くらいの人は問題なくね、快適に作業ができる MacBook Air になってるかなと思います。で、散々言ってる M1 チップと今までのモデルについての違いっていうのは、実は検証動画出していて、もしね、気になる方は、こちらから動画を見てみてください。以上が新型 M1 MacBook Air が学生におすすめである理由、そしてね、僕のレビューでした。この新型 MacBook Air ね、スペックが本当に高くなっていたし、バッテリーも良くなっている。だけど価格がねそんなに上がっていないということで、総合的なコストパフォーマンスっていうのを見たらかなりね上がっていますし、今買い時かなと思います。これからね春に向けて大学に入るとか新しい新生活を始めるっていうことで MacBook をね買おうかなって検討されている親御さんとか学生の方いると思うんですけども、この MacBook Air はもう自信を持っておすすめできるなと思いました。この動画が良かったら評価、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。このチャンネルでは今後僕がねクリエイターとして動画を作っている時にこの MacBook Air を使った感想とか、普段ねプログラミングとかデザインとかもしているので、そういうねクリエイター目線からもこの MacBook Air のレビュー、おすすめな理由を紹介できる動画を作ろうかなと思っているので、ぜひともね大学のうちにそういうことをやってみたいよって方は今後の動画の更新を楽しみにしてみてください。関連動画としては僕が MacBook を買ったら必ずやるおすすめ設定をまとめた動画があります。ちょっとテンポも早いねペースの早い動画になっているんですけども、ぜひとも Mac を買ったらねやってほしいことをまとめてますので、ぜひともこちらからチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ということでこの M1 MacBook Air ね発売日からもう1週間ちょっと使ってるんですけども、かなり満足度が高くて、後ろにあるね40万くらいするパソコンも負けてしまうくらい、めちゃくちゃいいパソコンになっています。このチャンネルは毎週土曜日夜9時に Mac とか iPad の活用発信しております。お相手は陽太でした。バイバーイ。